はい、ピースケです。サクセススペシャルやっていきたいと思います。今日はですね、こちらの新ガチャ、新今日からかな、ちょっと俺今気づいたんですが、はい、これを引く、まあ、単ガチャのみ引こうかなと思ってます。すいません、申し訳ございません。引けよって感じ。まあでもこれ結構いいガチャで、まあ初回 SR1 枚確定、2枚目バナナ1枚確定で、3枚目が風なぎ1枚確定ってことで、まあ、風なぎ前の報酬でもらえなかった人とか、他にも三田村は結構強いですし、今のメカニクスで結構必須級のキャラだったり、みやびはまあ振り袖持ってる人とかの解放とかで使えたりするので、まあ、結構キャラ的にはいいガチャになってるんじゃないかなっていう感じですね。まあ、ただ俺これ以外のキャラ、風なぎ以外のキャラが、うん、もう45とかで持ててるので、ちょっとまあ風なぎの PR を何枚かもらえればいいかなという感じなの で、まあ厳選でこんな感じですね。まあ雑賀の PSR とか、カンパチとかエレキとかはまあなんかもらえると嬉しいかなっていう感じはあるんですけど、最近のキャラですね、あんまり解放進んでなかったりするので、それ以外あんまりうまみがないので、まあ、単ガチャだけ、せっかくだから引こうかなっていう感じですね。で、まあ、あとまだ第2弾だけまだ残っていて、七瀬は結局引かなかったんですけど、こっちはね、普通に、めっちゃいいガチャだ、噛んだ。めっちゃいいガチャだと思います。で、単ガチャ、まあ、単ガチャ俺引いちゃったんですけど、バナナイ確定ってことで。で、サンタチのね、PSR とかワンチャン引ければ、すごいいいガチャではあると思うんですけど、俺もう全部45で持ってるので、PSR を引かないと、あ、まあ、スバルはね、暗黒スバルは、50目指してやっていきたいですけど、まあ、スバルに関しては通常のスバルが、まあ、全然出やすいっていうのがあるので、まあ、いろいろもらえたりとかもする場合も結構あるし、っていう、結構復刻が多めのキャラではあると思うので、で、あとみんな45以上でモテてるんで、まあだからあれっすよね、3たちの PSR 引かないとあんまり意味がないっていうところでステイしております。で、まあだから風なぎだけね、まあプラス3なので、まあ SR と PR1 枚ずつとかでもワンチャン出てくれたらいいかなって感じで、単ガチャだけ引きたいと思います。 PR のバナナ確定なので、9回まで1回ぐらい SR 出るんじゃないかなっていう期待も込めてですね。まだ風なぎをいっぱい欲しい。5分の1だよね。おお、出たんじゃん。そう、これを狙っていきたいので、まあ、SR で30連引くより、こっちで俺の場合は PR をどんどん当ててった方がお得なので、こういう引き方をしたいと思います。すいません。最近ね、あんまり新キャラもいないので、アスネももうクラゴだよね。はい、いきまーす。3回目。基本、まあ、風なぎ以外はあんまり、俺は美味しくないガチャでございます。っていうのが結構多かったりするんだよね。アスネじゃない。あ、4分の1か。結構出るね。まあ、そこも確率の問題なので、2枚は欲しいな。ね、PR の王子さんは、なるみに使いたいなとは思ってるんですけど、5回目です。はい。アスネばっか出てない、俺。さあ、SR は出ない。はい。アスネばっか出てんじゃん。なにこの引き方。俺、アスネ45だよね。あー、出ない。ググるんだけどね。うわ、マジでアスネしか出ない。何これ、何が起きてる。三田村も出ないしね。風なぎ1回出ただけで、風なぎがいっぱい欲しいんですけど。おー、渋い。
3枚ぐらい出るかなと思ったんだけど、あー出ないか。あー出た、出たね。はい、ラストです。頼む、 SR は出ないけど。これで板村か。はい、って感じでございました。かな、刀木は特にもらえるとかないよね。でこれ今どうしようか迷ってんすよね。ナヌークをプラゴにするか、ホムラもらうか。ホムラ3、あのバレンタインの方持ってないんで。パピオン、パピオンもいいけどね。はい、って感じでどうしようかな。プラゴにしちゃう？プラゴにしちゃう？こいつ、こいついつ復刻くんだろうな。クドナギ今3なので、こいつをしっかり使えばなるんですけど、もう全然ダメだ全然プラゴだった。復刻も出ればいいんですけどね。はいはい、ちょっと置いとこうかな。まあ、風薙今のところ今使ってないんで、また使いたくなった時になんかどうしようかなっていう感じでやっていこう。はい、でまあ今エキスパチャレンジやってまして、これちょっとまだ何も手つけられてないんですけど、あ今日あれですよね、太平楽の強化が来てまして、パワーアップあれかな、2段階パワーアップするんですけど、太平楽はまだ1段階目ですかね。はい、一回やりたいな。でチャレンジが第1弾、俺まあ何にもやってなくて、あ第2弾来てるね。第1弾が SR 券もらえるんですよね。ホームランもらえたりとか、ホームランじゃない、ホームラン打ったりとか、パーチャレと太平楽をやって、全方向8以上か。 R 博士欲しいっすね。はい、で全部達成、あ全部じゃないか、10個達成で SR ガチャ券で、パート2の方が、あまあ同じく、これ同時にやった方がいいのか。天才もらえる、嬉しい。あーサクセスでエキスパートプレイ、 PR おじさんナイス、ありがとうございます。てな感じでございます。こっちは SR 券はない。あ、じゃあこれ2つ来てからまとめてなんかやった方がいいよ。いいような感じがある。で、めんどくさいのが、緑特のとかか。まあでも変化球あるから、まあメカニクスのアヘ編とかやりたいな。ただ太平楽もやんなきゃいけないし、ちょっとこっちもちょこちょこやっていきたいと思います。ただ報酬は豪華なので、うん。いいですね。はい、こんな感じでございます。そんなに面白い感じの動画ではなかったかもしれませんが、はい、まあ刀木2枚俺はゲットできたので満足でございます。というわけでご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。はい、 Twitter とかインスタもやってますんで、こちらもよろしくお願いします。皆さん、ピースな一日を。バイバイ。